高落し運行運用電車は2008年から台湾の高落し運で運用されている通勤型電車。2008年の開業後 m r t 用車両はこの車種のみであり、公式な形式名は付与されていない。ウィーンの工場にて高落し運で最初に調達された形式。標準機第3機上方式の高運量規格で台北都市運番南線でも採用され、 ポルシェデザインがコンセプトデザインを担ったシーメンストランスポーテーションシステムズの2000年代の標準的モデルであるモジュラーメトロをベースにオーストリアのスピリットデザイン社がカラーリングや塗装のデザイン案を監修している2001年に高落とし運行士と総額約170入台ンドルで記電工程調達契約が交わされシーメンス交通部門のオーストリア現地法人が ウィーン工場で42編成126両を製造した。2005年上半期に落成後、同年10月に第一編成が2007年5月までに全編成が台湾に納入された。すべて高落し運行船及び立花船で運行されている。ほとんどの部品を国外製品に頼っているが、2018年以降に到来する更新時期に合わせて一部国産品の 採用を目標にしている。客室内ドア上の路線図旅客案内装置製造名板と非常口のサイン運転席後方吊り革ホームドアと連動し、開いているドア中間 T 社の車椅子スペース開業当初から輸送量を考慮して3連で運行されているが、将来的には中間車を挿入した6連での運行に対応している。 長らく大鉄、都市運河による地下化工事の影響で三両までのホームだった高尾駅も2018年に仮ホームから6連対応の永久端への切り替えが完了し増結への技術的障害は解消している。台車は台北都市運やバンコクの車両でも使われている SF2000 の信頼性とメンテナンス性を向上させたシーメンスの改良版 SF3000 を採用している。 車体及びドアはステンレス鋼で30年の寿命を想定している。ありがとうございます。